しみいただけたらと思います。それでは前向きかなり長くなりましたけれども1番からお願いします。こんにちは。無事コラミュージックこちらの教室でフルートとピアノの講師をしてます阿部有沙と申します。本日演奏させていただく曲はドラゴンクエストメドレーです。ドラゴンクエストをご存知でしょうか。知ってる方、あ、結構たくさんいらっしゃいますね。実際プレイしたことあるよって方です。はい、あー、やった後ろからも聞こえた。今日はそんなドラゴンクエストの曲の中から4曲ですね。4曲をメドレー形式にして、演奏したいと思います。まず一番初めに演奏するのが巨曲の街。皆さん多分一番聞いたことあるドラクエのテーマの曲かなと思います。で2番目の曲が、勇者の故郷といって、ドラゴンクエスト4番の作品で、勇者が主人公がこうなんだ道を歩く時の音楽 BGM になっていて、3曲目木漏れ日の中で、こちらは、平和な街の中でかかる BGM で、4曲目最後に演奏するのが大空を飛ぶという曲で、不死鳥の背中に乗って、空を飛ぶ時の BGM になっています。それぞれすごくドラクエの素敵な世界観が詰まった曲なのでお楽しみください。Thank you.
がとうございました。とても楽しい演奏ですね。それでは続いて野中里奈ちゃんです。どうぞ。ているんですけど、楽しく歌えればいいなと思いますので聴いてください。よろしくお願いします。それでは
お願いします。今日はギロック作曲のウィンターワルツを聴かせていただきます。よろしくお願いします。しおり先生からなんか面白いことを話せという、ありましてで、ちょっと準備をしてきまして、なんか面白い話って言ってちょっと難しいなと思って謎かけとかどうかなと思って、すごい、はい、整えてきました。じゃあ一つご披露させていただきます。じゃあローズガーデンということでバラ、バラとかけまして、バラとかけまして、かけまして、みんながいろいろ言ってくる飲み会と解きます。その心は漢字が大変でしょう。バラという漢字と、漢字さん、演奏の方させていただきます。よろしいかどうかちょっとお優しくよろしくお願いいたします。すいません、前向きが長くなっちゃって、じゃあ失礼いたします。Thank you.
シマエナガって今すごく流行ってるんだよね、キャラクターにすごく似てるのかな、わかんない。色は似てる。じゃあよろしくお願いします。全5楽章になっており、1楽章からアダージョ、アレグロ、アダージョ、ブーレ、ミネットと構成されています。最初はゆっくりな楽章で、おおらかな雰囲気で始まり、2楽章は軽やかで楽しそうな雰囲気です。3楽章はオペラのアイアのように歌う楽章です。4楽章は速い2拍子の舞曲で、最後の5楽章は宮廷舞踊という品のある3拍子の舞曲です。それではお聴きください。
Thank you.
って楽器変えて何ヶ月目だっけ、楽器変えて何ヶ月目だっけ、8年目でずっと保護者として関わってて、で先ほどあのお母様が歌われた方いらっしゃったんですけど、私も同じく去年のローズコンサートを聴いて、まあ、いつか遠い未来聴けたらいいなぐらいに思ってたら、1年後にこんなに近い未来でやってきてしまって、ちょっとかなり緊張してるんですけど、また頑張って演奏したいと思います。そして今ここでもう半分寝かけてるこの子が今また今年からあの無事頃にお世話になっているので、まあ、これからもしばらくこちらでお世話になれたらなと思います。今日弾く曲は花は咲くです。あの皆さんよくご存知の曲で、歌詞は知らなくても鼻歌いっぱい出して私もっと書き消してください。一緒に歌ってほしいもん。20年ぶりぐらいの前ですが、もう本当に幸せでした。今日終わり
彼らは午前中、畑行ってたの。師匠は一個さん、綺麗な格好してますけど、朝はね。さっき歌ってくださった野中ひろみさんと娘のりなちゃんも。それからだ、これ。ありがとうございます。素敵な演奏が続いております。伊賀栗くん。ああ。伊賀栗でございます。それでも頑張っていいわけです。相当中にいい栗がなってて。で、すごく年のこと言うんだけど、当年、今年の10月で84歳になります。すごい。で、まあ、あと何年かまだ歩かけるだろうと。先生の説明で。好きな曲を聴きながら楽しんでいます。すごく好きな曲です。いつ外すのかな。そうね。なんならそのまま。今日はですね、ブルックっていう新しい作曲された歌劇のオルフェースっていうのを、ね、書いてあるんですけどね。その中の感想曲。で、精霊の踊り、皆さん、きっと聞きに覚えがあるかなと思いますけれども、精霊が、天使がね、踊ってこの綺麗な人、きれいに吹いてみたいとなってます。じゃあ、きれいにいきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
違えなくてすみません。いいところのどうも外してしまった。どうも。
中学生になりました中1の阿久津晴平です。今日弾く曲はショパン作曲の幻想即興曲エキエル版です。で、今まで主流だったパデレフスキ版はショパンではなくショパンの友人が手を加えて出版したものなので、今日弾く曲はショパンが作曲したものに何もアレンジをしていない元の状態になります。なのでよかったらぜひ聴いていってください。Thank you.
踊りましょう。ね、行きましょう。はい、じゃあ今日、第3回目のローズガーデンコンサートなんですけど、これで終了になります。どうもありがとう。